言うわけだよ。だからドーンと言ってこい、夏美。千里ちゃん。なんだい、我が親友よ。この映画館って今年できたシネコンだよね。私今ここで何やってるか全然知らないから、できれば千里ちゃんの見たい映画教えてくれるかな。は？なんで私の見たい映画を聞く？だって要するに一緒に行こうって意味なんでしょ。こんなアホいきなり何なのよ千里ちゃん。あのね夏美、こうやって映画館の特別席チケットを1枚ペアで渡したら、普通想像することって言ったら一つしかないでしょう。一つって、だから一緒に映画に。何が悲しゅうて高い特別席のペアシートに女同士で座らなきゃいけないんじゃ。あのね千里、今のやりとりだけだと私だってあんたが映画に誘ってるとしか思えないんだけど。別に行けばいいじゃん二人でさ。何を言うか。そもそも映画ってのは普通男女のカップルで見に行くもんなんだよ。女同士で行って何が楽しい。私、あんたがカップルで映画見に行ったところ、生まれてこの方見たことない。それにこの前私があんたと一緒に行ったあれは何だ。あれは例外だ。その例外が3桁の回数に達している現状だと、むしろあんたの普通の方が例外だ。何の雑誌の受け売りか知らないけど、目を開けたまま寝ぼけてんじゃないの。にゃにょこーら夏美、あんたが人ごとみたいな顔してるんじゃない。これはあんたに神が下された勝利の鍵なのよ。はあ？おい、ちさ、この前貸した辞書をいい加減返す。私の言いたいのはね、これ使ってあの牧年人をどこかに連れ出して、いい加減一度くらいはデートしろってことなんだよ。
あ、アキラくん。ああ、アキラ。こりゃちょうどいい。グッドタイミングだ。仕上がるちさ。おいおい、この状況で逃げるなんて、あんた本当に男か？もうちょっと彼氏らしく堂々としなさいっての。佐藤ちゃん。やりやがって。羨ましいぞこの野郎。女に興味ない顔してたくせによ。やめろって。ぐらん。首絞めるな。ちさと、てめえよく。だってさ、あんた告白してから一体何日放置してんのよ。私の見てた限り、昼休みとか放課後にも連れ出した形跡ないし。まったく、ヘタレというか何というか。そんなの俺の勝手だろうが。それに君吉からまだ返事をもらって。あほう、夏美はいつでもウェルカムだったっつの。まあこっちも黙って見守ってやるつもりだったけど、あんたと来たら全然アクション起こさないしさ。大したことない用事で何度もうちのクラスに顔を出してたくせに、情けないったらありゃしない。んで、このままじゃ進展なさそうだったし、ちょいと起爆剤というか葉っぱをかけてやったんだよ。ありがたく思いな。うん？にしても火薬量ちっとも多くない？というわけで、アキラ、
このチケットで夏美と行ってきなさい、初デート。だから勝手に決めるな。俺は英語なんて。アキラくん。いや、そんな。君吉の都合を聞いてから。別に映画でも何でもいいからさ、行ってきなよ夏美。本当はあんただって早くアキラとお出かけしたかったんでしょ。皆の衆、幸多かれ二人の未来と、しばらくは愉快な話題に事欠かない楽しい毎日を祝って、盛大な拍手。佐藤ちゃん、いい加減にしてよ。私2年 C 組、君吉夏美さん。2年 C 組、君吉夏美さん。尾形先生がお呼びです。職員室まで来てください。繰り返します。あれ？私？夏美？あ、ちょっと行ってくるね。それじゃあ。ねえねえ東堂くん、告白はなんて言ったの？やっぱり夜は電話とかでラブラブトーク？夏休みは二人でどこかに旅行とか？誰か助けてくれ！まったく、ひどい目にあった。しばらく教室には戻らない方がいいな。
それにしても知佐のやつめ呼んだ？ガッと。いやー、さっきは盛り上がったね。久々に楽しい学園タイムを満喫しちゃった。お前なあきらちゃん大変だったね。ごめんごめん、調子に乗ってちょっとやりすぎたね。あそこまで話が大きくなるとは思わなかったからさ、夏美には悪いことしちゃった。俺はいいのかよ。しかもちょっとじゃないぞ、度量校間違えてるっての。まあさすがにやっちゃったって感じはしたけどね。だってアキラはみんなにもみくちゃにされるのは慣れてるでしょ。去年美術で入選した時は今日以上にすごかったんだしさ。だからこの程度は平気平気。勝手に決めつけるな。ったく。アキラちゃん、最近夏美おかしいんだよ。え？アキラのクラスにもあの話伝わってるんでしょ？うちの介護福祉センターのこと。うん。私はいいんだよ。個人として被害を受けたわけじゃないし、介護福祉センターも混乱はしているけど、なんとか元通りになりつつある。でも、夏美は。君吉が、どうかしたのか？アキラ、正直に言ってよ。あんた、夏美のアルバイトのこと、知ってた？え？以前、スケッチの帰りに、通用口から出てきた君吉と、ばったり会って、彼女からも直接、アルバイトしてるってことを教えられた。そのこと、誰かに喋った？喋るわけないだろ。内緒にしてくれって、君吉に頼まれたんだから。
まさか君吉事件の時に。その通りだよ。あの子たまたま用事があってセンターに行ったら事件の直後に出くわして、おまけに後も警察の事情聴取とか受けてさ、おかげで夜に熱出しちゃって。夏美、そんなことが。俺何も知らなかった。だよね。アキラちゃんがそのこと知ってたら夏美のこと放っておくわけないもんね。茶化すなよタマ。そういう意味じゃないの。むしろ逆。どうする？佐藤。一体君吉の何がおかしいんだ。隠さずに教えてくれよ。おい、千里、タマ。後悔しない？え？後悔しない？私とタマコはね、ちょっと期待していたんだよ。あんたがひどいやつだってことを。は？夏美のアルバイトのことは、私もタマコもずっと秘密にしてたよ。学校にバレると、校則違反で、下手すりゃ定額だからね。もちろんそうなったら私たちが全力でかばうつもりだったけど、私とタマコ、それに夏美の三人の秘密で行こうって決めてたんだ。だからね、もし夏美のバイトがクラスの誰かにバレるとしたら、それはアキラが誰かに話したからとしか考えられなかったんだよ。
でも今聞く限りその可能性もないみたいだね。当たり前じゃないか。俺がなんで君吉との約束を破るって言うんだ。そんなの分かってるよ。アキラがそんなやつじゃないってことくらい、私たちだって幼馴染やってるんだからね。それはタマコにだって同じ気持ち。でもだとしたらもっと最悪の可能性が出てくるんだよ。まさか。そう、夏美が話してるんだよ。今回の事件のことをクラスの何人かに。実はもう裏も取ってある。だけど変じゃないか。君吉にとって思い出したくもないことのはずなんだろ。なのにどうして。アキラのその疑問は私たちもずっと持ってた。話して夏美の得になることなんて何一つあるはずがない。だから夏美が話すわけない。そう思ってたけど、けどそもそもおかしいんだよ。夏美から聞いたってこと、昼休みに話す機会があって聞いてみたらさ、夏美その雛見沢の犯人のことをすっごく口汚く罵ってたそうなんだ。え？その犯人ってどんな人かって？見るからに変な人だったよ。不審者って言った方がいいのかな。ほんと、雛見沢の人ってのは最悪だね。巻き込まれて災難だったよ。そりゃ私もそう思ってるし、口にも出してたよ。あの子が誰かの、しかも少し前まで仲の良かった人を悪く言うなんてことって今まで一度もなかったしさ。だからその子から聞かされても私とても信じられなかった。それ本当なのか。私はまだ信じてない。その子夏美のことあまり好きじゃないみたいだったから、根も葉もない嘘を私たちに吹き込んでるんだって思ってる。思いたい。だけどあの日から夏美なんだか様子がおかしくてさ、事件のことを引きずらないようにって気を使ってたつもりなんだけど、逆に全然気にしてない感じなんだよ。よく笑っておしゃべりもして、いつもの夏美と同じで。それっていいことじゃないのか。アキラちゃんは夏美のことよく知らないからそう思うかもしれないけどさ、私たちは毎日毎時間あの子と喋ったり遊びに行ったりしてるから、
わかるの。あの子って、結構嫌なことがあった時には、それを引きずる性格なんだよ。落ち込んでる時は、大丈夫って、口で言う割に、顔とか態度にはっきり出るから。なのに、最近あの子のことをずっと注意して見てるんだけど、今の夏美には、それがないんだよ。つまり、どういうことだ？なんていうか、夏美じゃないみたい。人が変わったっていうか、何かに乗っ取られたような、そんな異常な感じがする。それにさ、アキラのクラスでも聞いたことあるよね。日向見沢の話。ああ。でも、それがどうした？君吉には関係のない話だろ。夏美が、日向見沢の人間だったとしたら。アキラも知ってるよね。あの子が前に住んでたところ、沖宮っていうの。それで、私も最近知ったんだけど、例の日向見沢村の隣町も、同じ名前なんだよ。おまけに、新聞でたまたま見て気づいたんだけど、君吉って名字、日向見沢村の村長も同じなの。あまり聞かない名字だし、ひょっとしたらって思ってね。もしかしたらさ、あの子、日向見沢の出身なのかもしれない。だから、なんていうか、たたりか何かに乗っ取られて、っていうのも、あながち冗談と笑えないんだよ。バカバカしい。私だってそう思うよ。でも、そうでなくてもさ、夏美が自分から日向見沢の悪口言いふらしてるのは、それを、私たちから隠すために自分は違うってアピールする意図もあるんじゃないかってね。それ考えすぎだよ千里。ならあんたはどうなの玉子。そうじゃないって言い切れる証拠が何かあるっていうの。千里、あんた、私だって信じられない。信じたくない。だけど、そう考えると夏美のあんな異常行動の理由が全て説明できちゃうんだよ。確かめたのか、それ。できるわけないでしょ。もし違うって言われても信じていいのかわからないし、ましてそうだって言われたら私
もしも。もしも君吉がそうなら、千里と玉は友達を辞めるのか？どこで生まれたって、君吉夏美は、君吉夏美だ。俺は、君吉を信じるよ。起きろ。千里も言ってただろう。君吉は事件のショックで、心が不安定になってるって。だったら、俺たちにできることは、君吉が元通りになるまで待って、見守ってやることじゃないか。違うか。アキラちゃん。俺は、君吉が好きだ。今は傷ついて、荒れた振る舞いになってるかもしれないけど、いつか元の君吉に戻ってくれると、俺は信じている。俺たちがそれを信じてやらなきゃ、苦しんでる君吉がかわいそうじゃないか。いやいや、参ったね、こりゃ。私たちが夏美の一番の理解者のつもりだったのに、アキラに美味しいとこ持っていかれるとはね。ちーちゃん、一生の不覚だよ。たっはっは。千里。そうだね。そうだよね。私たちがしっかりしなきゃ。一番辛いのはあの子なんだからさ。にしてもほんと一途だよね、アキラちゃん。そこまで固い絆だとは私も思わなかったよ。そうだそうだ、そういうかっこいいセリフは本人に言え、このたわけ。やった。何しやがる千里。それじゃあ日曜日は任せた。しっかり夏美のために働いてこいよ。じゃあね、アキラちゃん、夏美のことよろしくね。そうだよ、君吉は君吉だ。夏美。